いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルメルセデスベンツ S400 ハイブリッドエクスクルーシブを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントガラス複数箇所に飛び石、フロント右フロントフェンダー複数箇所、左リアドア複数箇所、リアバンパー複数箇所に線傷、右フロントドア右フロント以外のアルミホイルに傷がございます。走行距離に関しましては約4万6000キロ走ってるお車です。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。メルセデスベンツの中でも高級感あふれるエクステリアデザイン、インテリアデザインが人気の S クラスでございます。こちらのお車は S400 ハイブリッドということで、高い燃費が魅力の1台となっております。また S400 ハイブリッドエクスクルーシブということで、パノラミックスライディングルーフやベンチレーターをはじめ数多くの快適装備が施された1台でございます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 3.5 リッター V 型6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は306馬力でございます。モーター出力に関しましては27馬力となっております。足元に関しましては純正の19インチアルミホイルが装備されております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましても LED が採用されており、デザイン性に優れた1台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保されており、スーツケースを複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては日本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはエコモード、スポーツモードが用意されております。またサスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。またフロント両席に関しましてはシートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。また広さに関しましても十分なスペースが設けられた1台です。こちらのお車にはブルメスター製のスピーカーやパノラミックスライディングルーフが装備されておりますので、後部座席の方も快適性あふれる室内空間をお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2014年モデルメルセデスベンツ S400 ハイブリッドエクスクルーシブを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万6000キロ走ってるお車です。
車検に関しましては2021年の2月まで有効です。メルセデス・ベンツらしい数多くの快適装備が備わった S400 ハイブリッドエクスクルーシブでございます。こちらのお車に関しましては306馬力を発揮するエンジンと27馬力を出力するモーター、また7速のオートマチックシフトにより街中でも快適な走行が可能となっております。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、パノラミックスライディングルーフをはじめ、数多くの快適装備が備わった一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。